最近お気に入りの福島で生肉食べてきた焼かない焼肉田舎屋。鹿児島県のお茶割りください。皆さんはこれなんて読むかわかりますか？ちょっと読み方は知らんな。1杯目に選んだ鹿児島県産のチラン紅茶お茶割り、そんなお茶散らんかったな。冗談はさておき、香り高い紅茶でめっちゃ美味しかった。七福神盛りにはなんと珍しい部位が牛脂、桃と牛脂、はい、牛脂を桃で巻いて塩ごま油につけるのがおすすめの食べ方。牛脂なんて幼い頃親の目を盗んで食べたきりだったので、あの頃のそれとは違う甘く濃厚な味わいにびっくりしました。炭先だけが薄くスライスされて綺麗に並べられた炭鉄さ、ウニとキャビアが乗った肉刺し、生肉を堪能した後やっと肉を焼き始めました。これだけ美味しい生肉をたくさん食べたので、肉を焼いてしまったら物足りなくなってしまうんじゃないかと心配していたのですが、生で食べてもうまい肉は焼いてもそらうまいのでした。このハラミに至ってはニンニクまみれなのに、お肉の味がニンニク臭に負けていなかったんです。おかわりしたいぐらい美味しかったけど、締めにはどうしてもこの牛トロ TKG を食べたかったので、先ほどのハラミへの気持ちを供養して TKG を混ぜ混ぜすることに集中した。心していただきます。ネギトロと勘違いする。それくらい柔らかいお肉でした。